花粉の雪ですから、もう少し雪があってもよかったかなと思います。はい。これは米ですね、米の、凍りついて、ここからはわずかに水があったんですけど、あとはもうほとんど凍って、薄い淡い雪が積もっています。この非常にディテールですね、米のディテールが、雪の模様がね、少しこう、しまうようになってて、非常に面白い感じに積もっていると思います。後ろの向こう岸の入れ方も、ちょうどこれぐらいでいいかなと思います。はい、そうですね、これも手前の入り方もこれぐらいだと、目障りにもならず、ちょうど効果的な吉の入り方をしていると思います。で、中洲もちょうどこの水鳥たちがちょうどところ全部座っているので、ね、もう2、3回ちょっと歩いてもたらいいんですけど、まあ、割合まとまった写真で。マリアの近くにあるので、うまくまとめられたと思います。はい、菜の花。で、ちょっと、今度これは菜の花も少なめで、後ろに山もなしで、ちょっと寂しかったかなと思います。この後ろの子たちも面白いんですけどね、効果的に読むと思ったら、もうちょっと木の形が分かるように。2つか3つぐらいはね、グループで入れるような感じで取れば、また印象が変わってくると思います。この方がなんとなく面白いですね。人の管理も面白いですし、それから後ろの山の面白くなっていっていると思います。まあ、あの日の天気から言うと、まあ、こんな感じですかね。気持ちいいわというふうなところがよく出ていると思います。うまいやろ。